はい、春をいざなう絵画展千里阪急で開催しております。1階のトップステージというところですね。百貨店のね1階で展示できるってとてもねなんかちょっと新鮮な気持ちになりますね。はい、この動画では、出品している9人のうち1点、よくら豪の気になる1点を紹介します。この動画ではこの細迫さとしさんのですね、はい、こちらの作品になりますね。とてもねこう細長い板ですね。こう植物と鳥が描かれてるんですが、なんかね掛け軸のようでもあるし短冊のようでもあるんですよね。そしてまたこのですね描写力がすごい、めちゃくちゃ描写力のある方なんですけれども、本当に浮き出てくるようなねこの鳥の、こちらのね細迫さんは、ね、額も全部ねこれ自分で作ってるんですよね。この額ですよね。ここに何か模様があると思ったら細迫さとしなんです。さとし細迫の行くってねそこが入ってますね。定番のねこのね周りの奥にねビロードみたいなのがあってるんですけど、それもご自分で切ってるみたいですし、このガラスもねガラス切りで自分でこの特注のね特注っていうか注文じゃないですね、自分で作った額に合わせてがガラスも切ってますよね。はい、こちら佇むルリカですという作品です。